上運動食ウタニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマート、お母さんの食堂、チーズと伸びるハンバーググラタン、カレー入りを食べたいと思います。真っ白でカレーの様子は見えないんですが、中に入ってるんですね。でもカレーのグラタン、なぜあえて一緒に。ハンバーグとカレー、あるいはハンバーグとグラタンはまだわからなくもないのです。ま、細かいことは気にしなくていいですよね。それでチャンネル登録よろしくお願いします。ハンバーグとマカロニ、どちらも美味しそうですね。ではいただきます。まずハンバーグですけど、見た目と比べると薄くてちょっと旨味が足りないかなっていう気がしましたね。まあ、コンビニの商品ですので、これ以上求めるのは酷なのかもしれません。で、グラタンの方なんですけど、こちらもちょっとホワイトソースも少なくて、マカロニが多い、そんな気がしました。もうちょっとマカロニ少なめ、ホワイトソースが多めの方が、自分は良かったですね。もうちょっとノローっとした感じですね。チーズは確かに伸びていて、噛み応えまで美味しかったんですが、カレーもちょっとなんか、ちょっと入ってるだけで、何のために入ってるのか、味に変化は出ても、もうちょっと出てきてほしいなっていう部分があって、なんか中途半端な感が否めない商品でしたね。全体的にしてまずくはないのですが、ちょっと微妙かなということで、こちらも点数にさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終お楽しみいただけましたか。もしそうでしたら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。